こんにちは。YouTube を簡単に使いこなしていますか私はね、9年前からスマートフォンを使っているんですけれど、本当に、ね、スマートフォンは便利よくて、まあ、いろんなことができるんですけれど、唯一 YouTube においてできないことがあるんですね。その一つがスマートフォンによるチャンネルアートの設定です。現時点ではスマートフォンから チャンネルアートを設定することができません。今回はね、そのお話をしたいと思います。YouTube アプリを起動します。はい、そして右上の丸いアイコンをタップします。で、チャンネルをタップします。 はい、えー、マイチャンネルが表示されました。えー、ホーム動画再生リスト、コミュニティって書いてる下に、えー、画像、えー、チャンネルアートがありますね。はい、これね、その下の方に、えー、歯車のマークがありますが、ここをタップします。はい、えー、そうしますと、えー、名前とか、えー、説明とか、プライバシーの設定はできるんですが、一番上の、 はい、えー、チャンネルアート、そして、えー、丸いアイコンの画像、両方ともね、えー、ここでは、え、設定することができません。ではね、えー、YouTube スタジオ YT スタジオではどうかということなんですけれど、こちらもね、えー、設定する画面がないんですね。動画、動画に関しては、 あの動画の、えー、サムネイルの画像とか、えー、この鉛筆マークをタップすると、えー、編集ができるんですね。えー、動画の編集で、えー、サムネイルを編集するとか、あとタイトル、えー、説明とかプライバシーを変更するという編集ができるんですけれど、ここではね、チャンネルの設定、これ丸いアイコンをタップして、 えー、設定をタップしても、えー、コメント、えー、通知を受けている方法の、えー、設定しかないので、えー、YouTube アプリそしてこの YT スタジオでは、えー、チャンネルアートを編集することができませんではブラウザーからではどうかということなんですがブラウザーを起動します、はい、今 YouTube、えー、チャンネル えー、パソコン向けの YouTube チャンネルを、えー、スマートフォンで表示しているところなんですけれど結構ね読み込みが遅いというかちょっとフリーズしている状態ですよねはい、えー、なんとか、えー、チャンネルが表示されてきました。 はい、やっとチャンネルが表示されたんですけれど、まあ、上の方にメッセージがありますよね、パソコン用のウェブサイトにリダイレクトされていますということで、まあ、モバイル用の YouTube に戻りましょうみたいなリンクもありますよね、その下に、このバージョンの YouTube はまもなくサポート終了となりますって書いてます、ま新しい YouTube に切り替えてください、タップしましょうか。 タップしてもこれ変わらないあ変わった、えー、これで今すぐ試すでやっちゃうとこっち、えー、YouTube アプリに <laughs> 行ってしまうんですよねあれっていう感じでしょうでもう一回これ戻戻れるのかな戻るとまたさっきの、えー、重いね重,重いですよね 重い画面に切り替わるんですけど、はい、ではこれで、えー、っとね、アイコンをタップして、っていうのはの丸いアイコンがタップできないんですね。そしてもう非常にこれ重い状態です。もうこれフリーズしていますんで、 私のこの android 10でブラウザを開いてパソコン版の youtube からチャンネルアートを設定変更するということがまあできない状況でございますはいクロームは応答していませんというふうに出てきましたねはいこういう感じですはいこちらへ youtube ヘルプ チャンネルアートの作成または編集のページです。パソコンに書いてますね。赤の背景で赤い文字で、モバイルデバイスではチャンネルアイコンやチャンネルアートの編集は行えなくなりました。パソコンを使用して以下の手順に沿って操作してくださいと書いてますんで、まあ、パソコンでね、この操作をしてチャンネルアートをね追加または 変更してみてください。よろしくお願いします。はい。何でもできそうなスマートフォンなんですけれど、やはりスマートフォンにもできないことがあります。まあねあねのスマートフォンのブラウザ機能を使ってできたよっていう人もねいるかと思いますが、それは YouTube の公式アナウンスではないので、まあ自己責任でやってみてください。 はい、ということで2020年3月の時点ではスマートフォンからチャンネルアートチャンネルアイコンを設定することはできませんという、ね、お話でした今回はこの辺で失礼しますチャンネル登録よろしくお願いします YouTube の使い方でこんな動画作ってほしいなという方はねどうぞコメントにリクエストを変えてくださいよろしくお願いします